はいどうも、ショイ TV です。本日は埼玉武蔵ヒートベアーズ武蔵ロケッツのメンバーをご紹介いたします。前回ショイ TV は B ガールズさんとコラボだったり、ヒートステージでファンの方と交流したりという動画を撮りましたが、今回は埼玉武蔵ヒートベアーズの武蔵ロケッツというね、めちゃめちゃ足の速いメンバーをご紹介したいと思います。さあ、4人のメンバーがいまして、スピードスター4人組、大堀選手、金城選手、樋口選手、押川選手、もう盗塁ですね、しまくりの4人ですね。はい、で今回はまずね、あのアップの方から、ご紹介したいと思います。結構ね、太ももをしっかりこう上げてなんかほぐしていた印象ですね。はい、でこれアップですね、もうみんなでアップをしております。瞬発力というか、して俊敏性をね。ここでモチベーションであったり気分を上げるために宮野原健選手が皆さんを盛り上げております。先日ですね、通算300本安打達成しました宮野原選手。さあ、金城選手のメディシンボール投げです。これ片足をね、浮かした状態でやるんですけど、結構グラグラしちゃうんですけど、はい、安定してます。はい、宮野原選手も大きな声で金城選手に負けじとやっております。絶対これぐらついちゃってきついですよ。はい、次大堀選手ですね。はい、お相手はフェルナンド選手ですね、元楽天。返球が早いですね。ちなみに大堀選手がね、あの着用している、サングラス、300円と聞いております。かっこいいですよね。はい、でフェルナンド選手 もう返しのスピードがすごい、全然ぶれないですね、素晴らしい。はい、反対も、もう下半身、太もものもう大きさがすごい。そして金城選手にご挨拶です。武蔵ロケッツのメンバーをちょっと特集しようということで、ちょっといろいろと撮らさせていただいて。実は金城選手、アイドルオタク両兵とね、すごいね、合いますよ。はい、金城選手はですね、試合では1番を打っており、パワーもありますけど、リードオフマンでチームにね、チャンスを与える、そして力強いバッティングが売りの選手です。さあ、金城選手のティーバッティング、まずは片手でね、はい、押し込みの方で打っております。はい、しっかりね、下半身を使って回して、はい、バッティングしております。ベアーズ特攻隊長です。本当軸が本当に安定してるんでね、すべていい当たり。そしてお次は片手、はい、反対の手ですね。はい、なんと撮影時点で打率3割6分8厘、やばいですね。もうね、宮野原選手も大絶賛の金城選手です。はい、結構ね、 T の種類がすごい多いのが印象的でした。たくさんいろんな方法で、ね、T をしていました。しかも全て力強いバッティングをね、バットが素晴らしくしなっております。バットこんなしなるんだっていうぐらいしなっておりますね。もうピッチャーが僕だったら本当にあの俊足でパワーもあって、もうすごい厄介なバッターだなっていう印象です。本当に素晴らしい選手なんで、ぜひとも注目しましょう。樋口選手に来ていただきました、お願いします。はい、武蔵ロケッツの一員ということで、ちなみに 50m 走って、 50m 走はここで武蔵で測って5秒はい、やっぱり小さい時から足は自信があったから速かった。
っちゃ速くなったのは高校3年生になって、それまでは全然高2まで 50m6 秒7と全然速くなって、でちょっと1年で頑張って、その時に高3で5秒ちなみに、まあ、今あの結構高校生とかも見てるんですけれども、足が速くなる秘訣とかどういうトレーニングしたとかっていうのがあるか。そうですね、まあ、足速くするので重要なのがふくらはぎと後ろのハムズムがやっぱ一番大事で、まあ、それを鍛えるためにふくらはぎだったら階段を登るときにちょっと意識しながらあのつま先で歩くような、もう日常生活でそういうのを取り入れてやってて、はいはい、でハムはなんか筋トレで鍛えてっていう、はい、で筋トレと走るのを結構して続けて今になったの。なるほどです。で盗塁走塁のなんか意気込みというか、こういうことを意識してるっていうのがあれば。あそうです、盗塁だったら結局足の速さよりも盗塁スピード、まあ、スタートが一番大事なんで、はい、もうピッチャー全体を見てなんとなくそのモーションが動いた瞬間を、もうセンスだ。でも盗塁でアウトになるときって牽制怖がってしまう、まあ、牽制アウトになってもいいぐらいの感じのスタート切らない盗塁成功しない。なるほど、もう行くんなら行く、行かないなら行かないって割り切っちゃえばどちらかというと盗塁が成功します。僕もなんか走塁好きなので、すごい楽しみに聞けて嬉しい。すみません、ありがとうございます。本日も頑張ってください。はい、ありがとうございます。さあ、樋口選手もバッティング練習へ入っております。さあ、足を上げて打つ。足を上げて打つ。足を上げて打つ。バッティングもね、どういう意識であの打席に入ったり打ってるのかすごい聞きたいですね。はい、そしてゲージバッティング、はい、バント練習ですね。大事ですね、バント練習は。このインパクトの瞬間のこのパチンってこう一瞬の力がすごいですね。パンと一瞬の力、打つまでは当たるまでは脱力をして、はい、逆らわないでね、流し打ちすごいですね。はい、で大堀選手もねティーバッティングをしておりました。後ろのね、押す方の腕をこう曲げて、はい、打つのと、逆の時は逆の右手を胸の方に曲げて打っておりましたね。でバットもすごい短く持ってたんで、これ僕ならお腹にバット直撃ですね、これ完全に。はい、大堀選手はですね、3番を打っております。もう本当にチャンスに強いバッターで、本当素晴らしいんでね、もう大注目の選手です。今後とも注目していきます。そしてこちらはね、試合前のシートノック直前ですね。もう選手たちもユニフォーム着替えて、もう集中力を高めております。はい、グラウンド脇でキャッチボールをしてますね。金城選手、外野手用ですね。何のグローブを使ってるかちょっと気になりますね。はい、樋口選手はね、以前ねグローブ紹介させてもらいましたが、 Z のグローブを使っております。すごい味のあるグローブ。この日はね、あの飯能市民球場でやったんですけど、大学出身大学が駿河台大学ということで、お隣にあるのでね、ほんと地元ですね。はい、でシートノックでボール回し、サードについてるのは上レイヤ選手と樋口選手ですね。樋口選手はねショートを守ってたイメージだったんですけど、この日はねサードを守っておりました。素晴らしい、足が軽い。素晴らしい、 Beautiful。 はい、カミレイ選手も素晴らしい、逆進最高。素晴らしいですね、本当に。はい、本日はここまでです。武蔵ロケットの皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。
プレゼント企画開始しまーす。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうってことで、はい、もうあげちゃいます。まあ、まずは本田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。2000人もございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります。別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はい、たくさんのコメントして、ご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタンプの内野公式用になります。まあ、視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう、多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんない、1万人いくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。